ゃなくて。うわあ、ちょっと棒にしてからあれしよう。これさっき届いたやつ。カニ、こっちもカニ。タラバ、ズワイ。音小さくて言えないの？ジュエルですよ。今年カニ食ってないよね。ジュエル。違うよこれ。汚いけどね、後ろパックが超汚いけどね。もうちょっと綺麗に撮れていかないでしょうか。見せてもうちょっとアップで。ちょっと裂け目、裂かしてみて、裂いてみて。ああ、裂けてる裂けてる。やばいなこれ。いい？じゃあいいよ、行っちゃって行っちゃって。あ口超いっぱいじゃないですか、よだれ出ちゃう。もう口いっぱい。やばくない？口いっぱい。超贅沢。贅沢だよ。って言っちゃって。これ食べるの？うん、怖いじゃん。丸ごと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 いけ。うわいけいけ。おーおー。うまくない？いったー。あれ？あの中の筋みたいな。大丈夫大丈夫。うまっ。うまいよね。しかも味濃くない？なんか。やばいよね。筋みたいなの取った？濃いっていうかなんだ。よく味わって。飲んじゃダメ。飲んじゃもったいない。打って出して、佐賀牛のシャトーブリアンを手に入れました。これでね、大体 700g ぐらいで 14,000 円ぐらい。結構ですね。これを切って焼いていきたいと思います。はい、これです。見てください、このフリフリ、フリフリ霜降り。これをね、じゃあ今日のお客様は 4名様なんで4等分、ね、かなり分厚いですね。どうしようか、8等分にする。2倍楽しめるよ。じゃあまずね、じゃあいきますよ。ステーキで食べる方法と焼肉で食べる方法ありますか？どうしましょうか。はい、というわけでね、切り終わりました。ヒレステーキ、ちょっとね、1枚はね、上の人がいるので、上の人で取るとでして、ステーキを3カットと、これ焼肉ね、1枚焼肉でね、ご賞味いただこうかと思っております。では参ります。レアでいきますよ、レア。いいんですよ、こんなの。待って、ご飯。はい。やば。やばいです。もうすぐですよ、もうすぐですよ。ご準備ください。やばい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 。うまそう。もうレアです。レアでいかないとダメ。私塩で食べたんですよ。あ、ママもだ。ママもはい、皿あげちゃうよ。もうこれでいってもらいたい。やばいです。いやー、塩タレ、塩でもいいし、タレでもいい。タレで、はい、タレで。いただきんか。はい。早く。うまっ。早く。うまっ。あれ？あれ？どうだった？うまっ。なんだろう？ないでしょ。なくなるでしょ、口の中から。うん、ちょっと息が。うまっ。うっ。うまっ。食べたことない。そりゃそうですよ。いや、もったいない食べんの。大丈夫だよ。まだほら、ステーキを飲んでる。どうしても焼肉の方が良ければ焼肉にするけど。うまっ。うまっ。どうです？うん、やば。あ、うまっ。1個はママのですよ。待ってよ。なくなるでしょ、だって口の中で、うん、これもうステーキで当たり前じゃないですか。シャトーブリアンですよ。入れた瞬間溶ける。うまそう。分けて食ったんだ。塩。うまい。ご飯病なんだよ。ご飯病ですね。次大丈夫、ステーキ焼くからそんなのがつかないでございます。今ただの焼肉の1枚ですから、ね、うめーこれです。はい、次はステーキ参ります。両面をね、強火で焼きました。で、
ちょっと弱火にして、少し中に火を通していきます。すごっ。うわ、柔らかっ。下痢でした、下痢。おー、ちょっと見せて。わー、いい火入れだ。塩いい火入れ。ガリガリしていい？いいよ。いいでしょ、そんな。あげんのルアに。なんか。いや、飽きたな。なくなるっしょ、なくなるっしょ、あれなくなった、なくなった。いいですか？わさび、うますぎる。わさびと塩欲しくない？やっば。えって感じじゃない？すごい切れる。え、これは何？切れ目見して。だってめっちゃうまいんだけど。一緒だよ、同じ肉。もうステーキにして。高級料理屋さんに来たのかな。高級料理、料理屋さん。料理屋さん、一生の思い出にしてください。いただきます。一生の思い出に。ちょっと、これを借りて。うんまっ。こんな他のステーキ食えない。食えないでしょ。これじゃあ、これはでも特別なステーキなんですよ。ええでしょ、なくなるでしょ。口の中でホロホロホロってなるでしょ。なんなんない、ホロホロホロってほどけない。ない。うますぎてワッツ。あ、待って、ごめん。本当にワッツなんです。ほら、ご飯いる。あら、あら、言葉が出ない人がいる。口で噛み切れちゃうんだよ。うーん、噛まないんじゃないの。もうちょっと火入れたいもん、よかったかもね。でも火は大丈夫だけど、別に。待って、いいよ。油飲んでるみたいな。でもね、ヒレだから脂肪だけじゃないのよね。そこがうまいところ。ゆうゆうだ。もう家が汚いけど、すだこ。ま、すだこ。ただ汚い。なんか。やめてよ、ちょっと。すだこです。はい、マグロの中トロの柵をね、解凍して。もう今日は。わがまま丼ですね。勝手丼を作ります。タコもあります。カニもあります。まあ、ほぼ中トロです。どうなる。俺これこんな感じ。マグロメイン。汚ねな、色が悪いな。葉っぱ入れればいい。葉っぱ入れるとね、素敵になるんだよね。重くね。すげえ豪華じゃん。でももうちょっとなんか乗りそうだけどね。またルアポになってる。すごいね。リアの綺麗じゃん。食べよう食べよう。中トロちょっと食べてみていい？これ食べていい？うん。お醤油がない。よいしょ。はい。いただきます。うまい。とろける。ちょっと色悪いけどね。でも中トロだからしょうがない。さあ食べよう食べよう。うまっ。松田作業食べてよ。もう固くなっちゃった。うん、やばかい。熱いかも。松田作業。はい、肉を揚げた、揚げた。いただきます。くいくいくい。うまそうですな。うん、うん、うまっ。うまい。うん。はい、松坂さん、松坂先生。ほぼの黒いな、ずいぶん。うまっ。ね、よし、じゃ食べてみよう。めっちゃ肉って感じ。松坂のね、そう、あんまり油じゃない方にした。うん、うん、うまいうまい。